フィッシングギャングのあずさです。今回はですね、コメント欄にいただいた質問に対してできる限り答えていきたいと思います。レター8さんからのコメントですね。今回のような割ったカニと以前ゴム釣りで使ってたカニのどちらが食いがいいんだろうっていうコメントが来てますね。こちらはですね、割ったカニ、カニを割るっていうのは、主に匂いを出すために割ってます。臭魚効果のために割って、そこで匂いを出して、魚に気づかせようということで割ってはいるんですけど、ただ一回割ってしまうと餌持ちはかなり悪くなります。生きてるカニに比べてかなり餌持ちは悪くなるのと、匂いで魚を寄せてしまうので、例えば本命であるマクブだとかミーバイだとか、そういった魚を寄せたいのに他のフグだとかそういう魚も一気に集まってきます。なので本命だけを狙う、もしくは餌がそんなになくて餌持ちを重視したいっていう場合は生きたカニをつけた方がベストです。ただ生きたカニを使ってるけど全然当たりがない、ここって本当に魚いるんだろうってまずポイントに来て、とりあえず調べたいとかそういった状況下であれば割ったカニを使って投げる方が早く答えが返ってきます。ただその上でやはり取られたりとかフグとかが集まってくる場合だと生きたカニを使ってやった方が効率的にはいいですね。餌も取られないので、なので僕の場合はそういった感じで使い分けてます。パプリカさんからのコメントです。はじめまして。動画を毎回楽しみにしています。ありがとうございます。質問ですが、その釣りはイキングロッドでもできるのでしょうか。っていうのはイカダの時の釣りですね。イカダの時、その時に釣れてる魚がそんなに大きくなければ確かにエギングロッドでもいけるんですけど、ただイカダの下ってやはり大型の魚が寄ってくることがあります。食わせるためにはやはり細いラインの方が有利なんですけど、ただ切られる確率的にはどうしても上がってしまうので、僕はエギングロッドはおすすめしません。というのもエギングロッドって結構全体的に曲がる、ベイントカーブ、竿全体でグンって曲がるような曲がり方をするんですけど、イカダの場合っていうのは、止めないといけない状況下があります。周りにロープとか障害物とかがあって、どうしても頑張って無理やり止めないといけない状況があるんですけど、そういった時にある程度バッと竿の根元の部分がですね残ってくれるような竿じゃないと不意の大物が来た時に勝負ができないので、エギングロッドだと、おすすめはできません。なので僕が使っているのはボートシーバスとかで使うようなロッドを使ってます。エギングロッドであってもやっぱりエギングロッドはダメだな。エギングロッドはおすすめしません。強い竿がいいです。三河のアングラーさんからのコメントですね。ゴールデンウィークに毎年沖縄に行っているんですが、おすすめのポイントありますかと来てますね。おそらくまあタイトルにアングラーとついてるのでルアーフィッシングだと思うんですけど、ルアーだとそうですね、3月ぐらいからこの大島の横にある港側と呼ばれるポイントにメッキがガンガン入ってくるんですけど、そのポイントがおすすめですね。以前ですね、河川のライトゲームという、まあ、動画を上げたんですけど、その動画内で釣りしてるポイントですね、そこでグラスミノーとかで、もうちょい飛距離出したいんであればスプーンとかを引けば何かしらの釣果が返ってくると思います。このメッキの他にもこうカマス、バラクーダとかですね、タチウオもいるし、結構魚種が豊富な場所なんで、あの荒垣チンス港さんの前の大きな橋があるんですけど、そこの下が一番足場もよくある程度釣れるので、そこがおすすめです。伊波大和さんからのコメントですね。直リフのやり方が未だに分かりません、動画出してもらえませんかというコメントが来てます。そうですね、これは動画に作ってアップします。なのでちょっと待ってくださいね、今から動画を作ります。ペイルさんからコメント来てますね。竿はリアルーナの BS の硬さを何を使ってますかって来てますね。 710MH というモデルです。ミディアムヘビーの硬さですね。あのリアルーナ BS のシリーズの中で最もパワーがある竿です。やはり相手が大きいのでミディアムヘビークラスの竿が一番ベストだと思います。もしくはジギングロッド、この2択ですね。ジギングロッドでパワーファイトするか、シーバスロッドで行くんだったらミディアムヘビーとかヘビークラスでも大丈夫だと思います。とにかくパワーがある竿がいいです。フォント NFT さんからのコメントですね。
4分のベイトはなんて魚ですかって来てます。マゴチ総集編の動画です。あの時のベイト、排水口にいたやつですね。あれはおそらくハララですね。ハララ、沖縄トウゴロと呼ばれている魚だったと思います。お、月釣りさんからのコメントですね。マングローブジャック編の時のシングルフックはその向きじゃなくて上向きにセットした方が根掛かりもしないしフッキングしやすいですよって来てますね。確かにシングルフックはこう一般的には向き的にやはりこうですね、外向き上向きにしてる方がこう根に当たらないし根掛かりはしにくいですよって、まあ、説明してるのも確かに分かるんですけど、ただ今回使用したシャットですね、針が、底を切れてます。針が先に当たる前にリップがまずボトムにタッチするので、針は基本的にリップが先に受けるので基本的に根掛かりはしにくいルアーです。なのでフックは下に向ける必要はないです。でそうなった時にどっちの方がフッキングがいいかというと、下向きにした方が確実にフッキング性能は上がります。大体なんですけど、こう魚バンって食ってきて、この向きだと針先がルアーこう泳いでる時っていうのはこうルアーが前に進んでるので、針がこう針先がボディに向いてるんですよ。なのでここのフックにかなりかかる確率が低い。ただこれの場合だと巻いてる時に こっちの針がこう完全に剥き出しになるので真ん中のフックにもかかりやすい。僕もいろいろ試しました。上向き下向き両方かなりやりましたが、確実に両方下向きにした方がフッキング性能は上がります。これはもうやってもらえれば分かると思います。はい、こういった根掛かりをしにくいルアーを使う上では下下に向けた方がフッキング性能は絶対上がるので、今回使用したルアーはシャットだったので両方下向きにしました。はい、そこはルアーによって使い分ければいいと思います。Kさかなさんからコメント来てますね。マングローブジャック編ですね。シャットは何を使ってますかと来てて、それに対して、あ、藤野さんがデュオのレアリスシャットですって答えてくれてるんですけど、その通りデュオさんのレアリスシャットを使ってます。やはりあのボトムを攻める上でですね、ルアーがなくなるってことは、まあ、割と多いんですよ。でそういった中で高額なルアーってなるとやはりちょっとボトムタッチが怖くなってくるんですけど、このデュオさんのシャットだとコストパフォーマンスがすごく良くて、値段の割にしっかり泳いでくれてしっかり超過もついてくるんで、僕は結構デュオはよく使いますね。このデュオのレアリスシャットによく助けられてます。レアリスシャット、皆さんにもおすすめです。釣りラブさんからコメント来てます。P0.25 でノットは前回紹介した FG ノットですかと来てますね。前回無謀タックルで鬼平を釣る動画だったんですけど、もちろん同じ FG ノットです。前回動画で紹介した FG ノット全く一緒です。あれで、まあ、0.15 号から PE の8号まで今までずっとやってトラブルなくでかい魚も取れてるので、前回紹介した FG ノットで間違いないです。ハエバルリョータさんですかね。ルアーのメンテナンスの方法も教えてください。以前紹介した釣り具のメンテナンス、そうですね、シャワーで使って洗った時の動画のコメントなんですけど、ルアーのメンテナンス、そうですね、現場でできることからまず説明させてもらうと、ルアーボックスと別のボックス2つ用意します。それで、使ったルアーは別の容器に入れるようにすることによって釣り終わった後に使ってないルアーにサビが移るっていうことがなくなります。なのでまず別のボックスを持つことがサビに対する対処法になります。こうタックルボックスに入れる前に1回水切った方がいいです。ルアーはしっかりこう水を切るっていうのが、これだけでだいぶ錆びる確率でも減るんで、そしてまあ持って帰ってシャワーなりするなりお湯につけるなりして、まあ、塩抜きしてもいいし、少し指先に針先を当てて刺さるかどうかチェックするようにしてください。次回釣りするときに針先が甘くなっていることってあるんですよ。でそういうときにやはり超過に差が出るので針先を確認するっていうのが大事です。そこで針先が甘くなっていれば新しい服と交換するという感じで、常にルアーは多少傷入ってもいいんですけど、針先だけは常に尖ってる状態、もうガンガン新品に変えるようにしてください。それが超過につながるメンテナンスです。
石井俊也さんからのコメントです。暑ささん、船酔い克服する方法ってあります？って来てますね。200キロのサメを取る動画でのコメントです。船酔いを克服する方法2つありますね。1つはしっかり睡眠をとる。これがもう一番大事です。しっかり事前に睡眠をとってれば、まあ、ある程度は船酔いはしないだろうと思うんですけど、ただそれでももともと体質的に船酔いするっていう人がいます。その人におすすめなのがアネロンと呼ばれる、薬を飲むことです。オフショア行く人だったらあーって思うぐらいもう超酔い止め薬界のボス的存在なのがこのアネロンっていう薬なんですけど、まあしっかり睡眠とってアネロンを飲んでおけば、まあ相当体質悪くない限りは船酔いはしません。なので、近くの薬局でアネロンを買って前の日はしっかり寝るっていうのが一番大事です。これやれば船酔いは克服できます。のんちゃんさんからのコメントです。リトリーブからのトゥイッチングの時はリールを巻きながらするんですか、あるいは止めて動かして余った糸を回収するんですか、というコメントが来てますね。以前のルアーアクションについての動画です。こちらですね、トゥイッチしながらリーリングはしてます。なのでアクションをつけながらリールは巻いてます。で時折止める、でアクションしてる時は巻いてます、で時折止めるというような感じで、止めてアクションしてそのラインを回収するのではなく、動かしながらリーディングをして時折ピタッと止めて食わせのタイミングを入れるっていうのが、僕の Twitch のやり方です。こうアクション入れてその分回収するってなると、チョンでその分回収してまたチョンって感じで、ルアーはあまり動かないので、やはりアクションしてる最中っていうのはリーディングはした方がいいですね。リーディングしながらアクションはした方がいいです。フールさんからのコメントです。メタルバイブの時ってリフト&フォール使っていいんだよねって来てますね。これはルアーアクションの時の動画でのコメントです。メタルバイブの時リフト&フォール、そうですね、普通のこうプラスチックでできたバイブレーションとやっぱ同じように、メタルバイブでももちろんリフト&フォールを使った方が釣れます。ただ巻きとリフト&フォール使い分けることによって超過はもちろん上がります。はい、リフト&フォールガンガン使ってもらえばいいと思います。続きましてトロンバインさんか、ちょっとわからないんですけど、針の研ぎ方の解説をお願いします、とルアーアクションの時のコメントですね。針の研ぎ方について説明したいと思います。針の研ぎ方なんですけど、結構針先ってこういう感じになってて、全ての面からこう削らないといけないんじゃないかなって思うんですけど、全ての面から削ってしまうと針先ってのはまん丸くなってきます。なので針は上から、針先が内側にスッと尖るように片方の面から研ぐようにしてください。で、僕は上から研ぎます。上からこういう感じですね。片方の面から研ぎます。上の面ですね。針の力ってのはこう内側にかかるようになってます。見てもらったら分かるんですけど、ここに糸を結んで引っ張った時に針の力ってのはこう内側にかかるようになってて、それが外側にかかってしまうとこう返しまで針が刺さらなくて逆に曲がってしまうきっかけになるので、針のパワーってのは内側に向けないといけないんですけど、その時に針先がラインに対して平行もしくは外向きに向いてると魚にかかりにくい針になってしまいます。なので針を研ぐ時はなるべく内側に向けて研ぐようにしてください。そして全ての面からこう研いでしまうと針先ってのは丸くなるので、片方の面から研いだ方がより刺さるような針になります。ただ一度研いだ針は表面のコーティングがなくなってしまっているので錆びやすくなります。なので一回研いだ針を何度も何度も研ぎ直すよりはもうその時だけで終わって、その調光が終われば新しいフックに交換することをお勧めします。Fishing gang, a fishing gang, a tsuka